過去のアイドルに関心がありますか？それなら、河合奈保子さんの物語をお楽しみください。河合奈保子さんは、1980年代を代表するトップアイドルであり、その輝かしいキャリアは多くの人々の記憶に残っています。彼女のデビューは、大きな森の小さなおうちというシングルで始まり、瞬く間に人気を集めました。2枚目のシングルヤングボーイがヒットし、彼女は一躍スターダムにのし上がりました。しかし、1981年にリハーサル中の事故で重傷を負い、長い療養期間を経て復帰を果たすという試練も経験しました。その後、彼女は NHK 紅白歌合戦に初出場し、トップバッターとして見事なパフォーマンスを披露しました。このような困難を乗り越えながらも、彼女の人気は衰えることを知りませんでした。さらに、彼女は作曲家としての才能も開花させ、自身の音楽をプロデュースするようになりました。また、女優としても活動し、数々のテレビドラマや映画でその演技力を披露しました。ミュージカルサウンド、オブ・ミュージックでは主演を務め、その多才ぶりを遺憾なく発揮しました。そして、彼女の人生に大きな転機が訪れたのは結婚と家族の誕生です。1996年に結婚し、第一子を出産。家族と共にオーストラリアに移住し、新たな生活を始めました。現在も家族と幸せな日々を送りながら、ファンに愛され続けています。この動画では、河合奈保子さんの華々しいデビューから、多彩な活動、そして結婚と家族との幸せな日々について詳しく紹介します。彼女の人生の各エピソードを通して、アイドルとしての姿だけでなく、一人の女性としての彼女の魅力にも迫ります。お楽しみに。それでは河合奈保子さんの生い立ちとデビューまでについてから始めましょう。河合奈保子さんは1963年7月24日、大阪市住吉区現在の住之江区に生まれました。本名は金原奈保子さんです。河合さんが1歳の時、大阪府八尾市に引っ越し、2歳になると東京都世田谷区へ移住しました。これは父親の職業柄、転勤が多かったためです。幼稚園は東京都調布市や大阪府箕面市、大阪府東大阪市の3つの施設に通いました。小学校に入学すると同時にピアノを習い始めた河合さんは、中学校時代にはフォークソングクラブに所属しました。中学2年の秋にはスター誕生に応募しましたが、書類選考の段階で落選してしまいました。しかし、1979年に高校生になった河合さんは、芸能プロダクションが主催した新人発掘コンテスト、悲劇の低迷募集オーディションに応募します。このオーディションのことを知ったのは締め切り直前であり、応募書類とデモテープを作成して送ったのは締め切りの前日でした。大阪地区予選では一旦最終審査に残ることができませんでしたが、特別に2人目の代表として選出されました。この時、河合さんと共に決勝大会に進んだもう一人の人物は後の小林さんでした。1980年3月、中野サンプラザで開催された決勝大会で河合さんは見事に優勝しました。オーディションの応募テープではオリビアを聴きながらを歌い、決勝大会では石野真子さんの春うららなを披露しました。その後、河合さんは上京し、歌のレッスンを受けました。1980年、彼女は大きな森の小さなおうちでデビューを果たしました。この時、西城秀樹の妹という宣伝とともに、微笑み爽やかカナリーがあるというキャッチフレーズで、アイドル歌手として登場しました。2枚目のシングルヤングボーイはヒットし、複数の音楽祭で新人賞を受賞しました。河合奈保子さんのデビューまでの道のりは、数々の転校やオーディションでの試行錯誤を経て実現しました。幼少期からの音楽への関心と努力が、彼女を人気アイドル歌手へと導いたのです。次は河合奈保子さんのデビューと初期の成功についてです。河合奈保子さんがアイドル歌手としてデビューしたのは、1980年のことでした。彼女は大きな森の小さなおうちというシングルでデビューを果たし、その際に微笑み爽やかカナリーがあるというキャッチフレーズが付けられました。このデビューは、西城秀樹の妹という宣伝も相まって大きな話題となりました。デビューも、2枚目のシングルヤングボーイがヒットし、彼女は一躍人気アイドルの仲間入りを果たします。このヒットにより、河合さんは複数の音楽祭で新人賞を受賞し、その歌唱力と魅力が広く認知されるようになりました。デビュー2年目となった1981年、河合さんは当時の人気番組レッツゴーヤングに出演中、リハーサル中の事故で舞台から転落し、第12胸椎圧迫骨折という重傷を負ってしまいました。この怪我により、約2ヶ月間の療養を余儀なくされましたが、
同年11月に放送された夜のヒットスタジオで復帰を果たしました。この復帰は彼女にとって大きな試練でありながらも、その後の活動においてさらに多くのファンを獲得する機会となりました。1981年12月、河合さんは第32回 NHK 紅白歌合戦に、スマイルフォーミーで初出場を果たし、トップバッターを務めました。これは彼女にとって非常に名誉なことであり、その後の芸能活動にも大きな影響を与えました。河合さんは翌年の4月頃までコルセットを腰に装着して芸能活動を続けていましたが、その間も多くのファンに支えられながら活動を続けました。また、河合なほこさんは単なる歌手にとどまらず、作曲家としてもその才能を発揮しました。1984年にはアルバムデイドリームコーストで録音から制作に参加し、それをきっかけに音楽の制作面にも積極的に関与するようになりました。1985年にはベストアムで自作曲を発表し、コンサートでも次第に自作曲の割合を増やしていきました。1986年には初の全作曲オリジナルアルバムスカーレットを発表し、自身の音楽性をさらに深めていきました。このようにして、河合なほこさんはデビュー直後から多くの困難を乗り越え、歌手として、作曲家としての地位を確立していきました。その魅力的なルックスと優れた歌唱力、そして音楽制作における才能が、彼女を日本の音楽シーンにおいて不動の存在に押し上げたのです。次は河合なほこさんの音楽活動の進展と多方面での活躍についてです。河合なほこさんはデビュー以来、アイドル歌手としての地位を確立しましたが、その後の活動は音楽制作や演技など多岐にわたりました。1982年、彼女はシングル夏のヒロインをリリースし、この曲はオリコンチャートで初登場1位を記録しました。この成功により、河合さんはトップアイドルの地位をさらに強固なものにしました。1983年には自身で作曲を手掛けるようになり、その年のアルバムデイドリームコーストでは初めて自作曲を収録しました。彼女はこのアルバムの制作において作曲家としての新たな一面を披露し、その才能を広く認知されるようになりました。また、1985年には全作詞、作曲を手掛けたアルバムベストアムを発表し、その後のライブでも自作曲を積極的に披露するようになりました。1986年には初の全作曲オリジナルアルバムスカーレットをリリースし、音楽家としての地位を確立しました。さらに、河合なほこさんは女優としても活躍しました。1981年にはテレビドラマ愛をひとつまみに出演し、その後も時をかける少女や若草物語などのテレビドラマや映画に出演しました。特に若草物語では次女条約を演じ、その演技が高く評価されました。またミュージカルにも挑戦し、1985年にはサウンドオブミュージックで主演を務めました。このミュージカルでの演技は彼女の多才ぶりを改めて示すものとなりました。1980年代後半になると、河合さんは海外での活動にも力を入れるようになりました。1987年には香港でのコンサートを成功させ、その人気はアジア全域に広がりました。この頃、彼女はジャッキー・チェンとの共演が噂されるなど、国際的な注目を集めました。彼女の海外進出は、日本の音楽シーンだけでなく、アジア全体におけるアイドルの影響力を高めるきっかけとなりました。また、河合なほこさんはテレビのバラエティ番組にも多く出演しました。特にザ・ベスト10や夜のヒットスタジオではレギュラー出演者として活躍し、その明るいキャラクターとトークスキルで多くのファンを魅了しました。彼女の多岐にわたる活動は、単なるアイドル歌手にとまらず、総合的なエンターテイナーとしての地位を築くものとなりました。このように、河合なほこさんの音楽活動と多方面での活躍は、彼女の多才ぶりを象徴しています。音楽制作から演技、さらには国際的な活動まで、多くの分野でその才能を発揮し続けた河合さんの姿は、今も多くのファンの心に刻まれています。最後は河合なほこさんの結婚、家族、現在の活動についてです。河合なほこさんは1996年にヘアメイクアーティストの金原青人さんと結婚しました。この結婚は当時、多くのファンにとって大きな驚きでした。河合さんは結婚後、芸能活動を一時休止し、家庭に専念することを選びました。同年には第一子である長女を出産し、母親としての新しい役割を果たすようになりました。この時期、彼女は家庭を中心とした生活を送り、芸能界から距離を置いていました。2000年代に入ると、河合なほこさんはオーストラリアへ移住し、家族と共に新しい生活を始めました。
彼女はオーストラリアでの生活を楽しみながら子育てに専念しました。移住先では日本と異なる環境での生活が待っていましたが、河合さんはその変化を受け入れ、家族と共に幸せな日々を過ごしました。2010年代になると、彼女の娘である金原夏穂さんが日本で芸能活動を開始しました。夏穂さんは夏穂という名前で歌手デビューを果たし、母親譲りの才能を発揮しました。夏穂さんはその後、様々な音楽イベントやテレビ番組に出演し、徐々にその存在感を示していきました。河合夏穂子さんは母親として娘の活動を支援し見守る姿勢を見せました。現在河合夏穂子さんはオーストラリアでの生活を続けています。芸能活動からは一線を引いているものの、彼女の名前は今もなお多くのファンに愛され続けています。彼女の音楽や演技は時代を超えて支持され、特に彼女が残した楽曲は今も多くの人々に聞かれています。ファンの間では彼女が再び表舞台に立つ日を待ち望む声も少なくありませんが、河合さんは静かに家族との時間を大切にしています。河合夏穂子さんのこれまでの人生は多くの人々に感動と喜びを与えました。結婚、家族との時間、そしてオーストラリアでの新しい生活といった彼女の歩みは彼女自身の幸せを追求するものであり、それがまたファンにとっても幸せなニュースであると言えます。彼女の物語はこれからも多くの人々の心に残り続けるでしょう。このように河合夏穂子さんの結婚、家族、そして現在の生活は彼女の人間としての豊かさと深さを物語っています。芸能界での輝かしいキャリアとともに彼女の家庭生活もまた多くの人々にとって大切なエピソードとなっています。ここまでご視聴いただきありがとうございます。河合夏穂子さんの華々しいキャリアと彼女が選んだ新しい人生について楽しんでいただけましたでしょうか。アイドルとして絶頂期を迎えながらも家族と幸せな時間を過ごすために選んだ道には多くのファンが感動し、彼女の選択に対する尊敬の念を抱いていることでしょう。現在も彼女の名前は多くの人々の心に残り続け、彼女の音楽や演技は時代を超えて愛されています。オーストラリアでの生活や娘の活動など河合夏穂子さんに関する新しい情報が出てくるたびに多くのファンがその動向を気にかけています。皆さんもこの動画を通じて彼女の魅力を再確認できたのではないでしょうか。最後に皆さんの意見や感想をぜひコメント欄でお聞かせください。河合夏穂子さんにまつわる思い出や彼女の曲で特にお気に入りのものなど、どんなことでも結構です。また次に取り上げてほしいトピックやアーティストがいればそちらもお知らせください。皆さんのコメントを楽しみにしています。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もお忘れなく、河合夏穂子さんのさらなる情報や他の興味深いエピソードをお届けするために、引き続き応援をよろしくお願いします。